スペシャルライブ、見させていただきましたけれども、まあ、楽曲ももちろんですけども、この景色とも相まってですね、非常にこう綺麗な、時間だったなと思いました。羽田さん、ね、あれ下手になりました判定がまだ早いです20分経った後に判定をお願いしたいです、はい、まあ、改めまして、本日ですね、羽田元宏トリックミースペシャルの、私天の声務めさせてもらいます遠山大輔と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今羽田元宏さんと、今回のこのゲストボーカル牧野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、牧野さんはまずライブはいかがでしたでしょうか。緊張しました。どのようなところが緊張したところでしたか。もう人とか人人畑さんにってことですか。畑さんもなんですけど、はい、人とかに、同じ答えが二度と出たと思うんですけど人の多さ多さとか、はい、あとはやっぱりあのすごい素敵な曲なので素敵風に隣に立てればいいなと思って緊張しました。畑さん、牧野さんは基本ずっとヘラヘラされるタイプの方ってことで。ヘラヘラ、まあ、語弊があるかもしれないふわ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 。ライブ前は何かお二人でこういう感じでやれたらいいねとかってお話はあったんですか。 あんましてないですね。そうです、うん、特別こう、 こうしようああしようみたいなことよりは、はい、まあ、ライブなんで、はい、割と自然に出てくるものがいいかなとは思いつつ、でもなんかさすがに全く目が合わないのもまずいかなと思って一応なんかリハの時に、はい、僕は少しだけ見てますっていうことはお伝えしてお伝えしたんですか。それを少しは見てますよっていう、はい、それに対して牧野さんは、私も少し 見させてもらってます見させてもらってます。なかなかでもお互い合わないっていう、はい、状態ではあったんですけど、はい、一応なんか意識はしつつですね、はい。今回まずこうして、牧野さんをゲストボーカルに迎えようと思ったきっかけはあったんですか。一つまずそのトリックミーという楽曲が持ってる世界っていうのは大きかったと思うんですけど、結構その主人公が何て言いますか、主人公の性別とかいろんなことをあんま特定してってない楽曲なんですよね。そう、確かに男目線でも女目線でもどちらでもいける。そうですね、はい、その辺はそういう風に作ったんですけど、うんうん、その時に実際歌う声っていうのが僕、まあ、男性自分の声だけじゃなくてなんか女性の声がそこに加わることでよりそういうこう、うん、誰からの目線なのかとかどちらからのその気持ちなのかっていうのが曖昧な方が曲として面白いんじゃないかなと思ったんですよね。そこで牧野さん僕普通に聞いててかっこいい声だなってずっと思ってたんで、はい、それでトリックミーの曲に牧野さんの声が乗ったらすごいかっこいいだろうなっていうのでお願いしました。羽田さんが牧野さんの楽曲を、聞き始めたきっかけとかはあるんですか。きっかけは、はい、ある時多分そのサブスクの画面上にレコメンドされて来たのか、なんかたまたま見つけたのかちょっと忘れちゃったんですけど、マヒナって書いてあるそのジャケット、女性がサングラスして、はい、鹿の角、そう、あ、そうですね、ね、っていうジャケットのあって、はい、でなんかすごい洋楽みたいな感じだったんですけど日本人っていう、でそれで一回止まってたんですよ、あの人誰なのかなって言って、でそしてちょっと時が経ってまたマヒナさんの楽曲がパンって出てきて、はい、あ、この間っていうか前の人だなと思ってまた聴いてっていう感じだったんですよ。でじゃあトリックミーで牧野さんにぜひ歌っていただきたいと思ったわけですけども、はい、牧野さんはまずどのタイミングで畑さんがそのように思われてるっていうのは、知ったんですか。そうですね、あのマネージャーさんから実はみたいな、なんか畑さんがみたいなことを聞いて、なんか私なんか何かのなんかドッキリっていうか、なんか嘘ついてんのかと思ってなんかマネージャーさんがですか。だとしたら相当立ち悪い事務所に所属してるってことになりますね。もしか日頃から嘘ついてるってそんなことないと思います、はい、ってなんか嘘ですかみたいな感じ で、はい、で、いや
本当だよみたいな感じだったんで、はい、もう本当になんかもうびっくりしすぎて、もう疑うくらい嬉しかった。